presents バチチロクラップラーバチ最大トーナメント開催。皆様こんにちは、おはようございます。本日はお忙しい中、ニューギンパチスログラップラーバキ最大トーナメント編新機種プレス発表会にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。主人公ハンマバキとその父親でもあり地上最強の生物と称されるハンマユージローがそれぞれ ART のゲーム数上乗せ特化ゾーンを持っており、ゲーム数の上乗せバトルを展開。この2つのゲーム数上乗せ特化ゾーンを絡み合うことにより遊戯者の興奮はマックスに。1つ目のゲーム数上乗せ特化ゾーンはハンマバキがゲーム数上乗せを行う加速型上乗せ特化ゾーン、バキラッシュ。バキラッシュは毎ゲームゲーム数を上乗せし、バキラッシュの滞在が継続していくたびに上乗せゲーム数が上昇していく、まさに加速型。継続すればするほど大きな期待感を持てるゲーム性、突入確率がなんと99分の1と非常に引きやすい確率にもかかわらず、継続性はなんとマックス 85% グープ。2つ目のゲーム数上乗せ特化ゾーンはハンマユージローがゲーム数上乗せを行う3桁上乗せ特化ゾーン、オーガインパクト。オーガインパクトはバキラッシュと同様に毎ゲーム上乗せ、しかし上乗せするゲーム数が桁違いの3桁ゲーム数、100ゲーム以上のゲーム数を上乗せ、まさに地上最強の生物ユージローの名にふさわしい上乗せ性能であり、あのパチスロ花の刑事の天部の極みを彷彿とさせるパチスロファン垂涎のゾーン。ART グラップラーバトルは1セット50ゲームプラスアルファのループ型の継続率管理の ART、 ゲーム数の残りが10ゲームであの個性的なキャラクターたちとの継続バトルを行い、バキが負けない限り ART が継続。このグラップラーバトル中にいかにバキラッシュそしてオーガインパクトに当選するかが本気の肝。なお ART グラップラーバトルの継続ループ率はなんとマックス 90%。 そして ART 中や継続バトル中にはグラップラーバキファン必見の演出を搭載。バキの世界の熱いバトルをご堪能ください。板垣先生そして森下さんから全国のバキファン、パチスロファンの皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。じゃあまずは板垣先生からお願いします。僕は自分の作品も含めてなんですけども、どうか買ってください、読んでくださいは言わないんですよ。それは決めてあって、よろしければどうぞ、今回も同じです、どうかよろしければどうぞ。ありがとうございます。さあそして森下さん、はい、お願いします。はい、私ですね、もともとバキの大ファン で兄が2人いるんですけれども、先ほど申したように兄や私の周りの男友達女友達もバキファンの方ってたくさんいます。そのバキがパチスロになってすごく楽しめるので、先ほども試打させていただいたんですけれども、私やっぱりパチスロってたくさん今まで打ってきましたが、こんなにストレス発散になる台は他にないです。なのでぜひバキファンの方、そしてパチスロファンの方、もちろん女性の方であんまりパチスロって苦手かもっていう方でもどなたでも楽しめる台になってますので、ぜひぜひたくさんの方にこちらの台打っていただきたいと思います。そしてバキワールドを堪能していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ましてよ。Thank you.